おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾真弘です。今朝はですね、それでも飛ぶのがリーダーということでお話しさせていただきたいと思います。リーダーっていうのはいろんなこと、未知のことに、出会えますけれども、それを決めてえいやと実行するっていうのがリーダーだと思います。いろんなことありますけれども、結局それをいくつもある選択肢の中で、もしくは、未知な部分がいくつもある中で自分で決定をして、その責任を取る。で、責任を取るということは、それを行動してその結果に対して全てを引き受けるということだと思います。そしてそこからまた新たな、そうですね、まあ、人生だったり、それが仕事であったり、また未知の部分が生まれて、またそれを選択して行動していくっていう繰り返しだと思いますので、ぜひ、一日一日思い切って決めて、それで思い切って、進んでいっていただければと思います。それでは今週も頑張っていきましょう。